俺たちのジャパンへようこそ。原子力発電所に50センチメートルの大穴、そんな見出しを目にしたら皆さんどんなことを想像しますか？ことと次第によってはその後何百年何千年経っても人が住むことができなくなるような深刻な状況に陥る可能性だってあります。でもこの見出しは事実なのです。50センチもの大穴ができていたのは韓国にある原発建屋でした。そんなひどい建設をする韓国が海外進出を目論んでいるというから驚きです。今回のエピソードでは韓国がアラブ首長国連邦に原発を建設した、そんな話題が取り上げられています。果たして韓国が建設した原発は大丈夫なのでしょうか？どうぞぜひ最後までご覧ください。私は福島県で暮らしている OL、 来月26歳の誕生日を迎えるの。東日本大震災が発生した時、私は中学生だった。幸い家族で直接被害に遭った人はいなかったけど、原発事故の影響で避難させられた時の暗い思い出は今でもよみがえってくるわ。文明社会はブレーキとバックギアをつけ忘れたスーパーカーだ。突然だけどこんな言葉を聞いたことがある方いらっしゃるかしら？文明の発展は日進月歩、日々新しい技術が生み出され前へ前へと進み続けているわ。だけど誰もがその危うさに気づいているのに、立ち止まるという選択肢はずっと無視され続けてきた。人間が生み出した文明社会は危険を承知で前へ突き進んでしまう危険な乗り物だ。私はそんな風に理解している。現代文明にとって必要不可欠なのが電気よね。電気がなくなってしまったら私たちの生活は成り立たなくなってしまう。それなのに私たち人間は多くの電気を必要とするものを次から次へと生み出し続けている。数十年前にはなかった電化製品、それに電気自動車、必要とされる電気の量は日を追うごとに増えているわ。それでも多くの電気を必要としなかった昔へ戻ろうという選択はされずに、より多くの発電を行うという道を歩んできた。だけど発電の量が追いついていないのが現状よね。今世界中が電力不足に陥っているわ。地球温暖化対策で脱炭素社会が呼びかけられ、火力発電を控えようという動きがあるから、それも電力不足に関係していると思う。足りない分を自然エネルギーで補おうという試みは世界中でされているけど、まだまだ補いきれるレベルには達していないわ。そうなると頼らざるを得なくなるのが原子力発電よね。でもこの原子力発電がいかに危険かというのは、日本に住んでいる皆さんはご存知でしょう。東日本大震災で発生した原発事故、日本だけではなく世界中を恐怖に陥れたあの事故は絶対に忘れてはいけないと思うの。原子力発電所なんてない方がいい。私だけではなく多くの人がそう思っているはずよ。だけどそれでは電気の供給が間に合わない、それが現実ね。だから仕方なく原子力発電を行うの。すごく危険なことを承知でね。どんなに安全対策をしっかりととっていても、想定外の出来事が起きてしまったら制御不能になってしまうのが原発の怖いところ。原子炉の中で核分裂が始まったら簡単には終わらせることができないの。だから原発を稼働させるならば、万全の上にも万全を期して動かさなければならない。本来ならば手を出すべきではないところへ手を出しているのだから。それなのにとんでもなくずさんな原子力発電所を作った国があるの。それは韓国よ。韓国が作った原子力発電所に欠陥が見つかったの。大事故につながるかもしれない重大な欠陥よ。これからその件について話をさせていただくわね。韓国が作った原子力発電所はアラブ首長国連邦のペルシャ湾に位置するバラカ原子力発電所。
湾岸地域初の原子力発電所として承認されたの。このバラカ原子力発電所は韓国が海外に初めて建設した原子力発電所ということで、運転が承認された時はバラカ原発プロジェクトの成功は韓国と UAE の協力を強化する基盤になる。 UAE の成功事例をもとに世界市場で韓国原発のステータスを高め、第二の原発輸出を推進すると自慢げに語っていたみたい。アラブ首長国連邦が原発導入を決めた理由は、2000年代に入って電力需要が急増し、それまでの発電設備では賄えなくなったから。どこも理由は同じね。国内に原発建設の能力を持たないアラブ首長国連邦は海外へ建設を呼びかけ、各国が受注に動いた結果、2009年に韓国の企業が原子炉4基による韓国型原子力発電所を186億円で受注することに決まったの。当時このバラカ原子力発電所の建設は単独では史上最大の原子炉契約として注目を浴びていたわ。そんな大きな契約をフランス、アメリカ、日本の共同連合体と争って韓国が受注するなんて驚くべき出来事だったのよ。日本に勝ったということで、原子力発電は日本ではなく韓国に任せろなんて声が聞こえてきそうだわ。だけど原子力発電所の建設を海外で行ったことがない韓国に任せるなんて危険な匂いがすると思わない？アラブ首長国連邦が韓国へ発注したのには2つの理由があるの。1つ目は当時のイ・ミョンバク大統領のコネが効いたみたい。イ・ミョンバク大統領がピン・サーイド皇太子に電話で直接交渉して契約にこぎつけたらしいの。そしてもう一つは韓国の原子炉の保有数が影響したそうよ。国土が小さく資源に乏しい韓国はエネルギー輸入に大きく依存していたのよね。そんなこともあって1970年代に核エネルギープログラムを急速にスタートさせたってわけ。カナダ、フランス、アメリカから原子炉を購入し、その後韓国電力とその子会社はアメリカの設計をもとに自社独自モデルを開発した。1995年までには韓国製原子炉の運転が始まり、その後も後続の原子炉が運転されていったの。やがて韓国の原子炉は23基にも上り、国内の3割の発電需要を賄えるまでに成長した。そういうわけで韓国は世界で最も原子炉が密集している国になったの。この2つの点にアラブ首長国連邦は魅力を感じて韓国を選んだわけ。でも原子炉の数が多いからって質が高いとは限らない。今まで大丈夫でもこの先も大丈夫かどうかわからないのが原発よ。この点を見落としていた気がするわ。バラカ原子力発電所の建設は2012年に始まった。予定では2017年に1号機が完成して2018年から運転開始予定だったのだけど、ここで問題が発生したのよね。3号機の格納建設の外壁に亀裂があることが判明したの。亀裂箇所からは潤滑油のグリスが漏れ出していたみたい。格納建設の壁は内部からの圧力に耐えられるように100から120センチの厚さがあるの。この壁の中に埋没されている銅線が腐食するのを防止するためにグリスが塗られるそうなのだけど、そのグリスが漏れ出してしまうということはコンクリート壁の強度が低下している可能性があるってことなのよ。つまりは放射能が漏れ出す可能性があるということにもなる。だから安全性に乏しいと言えるわけ。3号機で亀裂が見つかったということで他の原子炉も調べてみたら、建設した4基すべてで同様の亀裂が見つかったらしいわ。こうなるともはや施工のミスというレベルではなく、設計段階ですでに欠陥があったと言わざるを得ないと思うわ。さらに二重格納建物が抜けているという設計上の不備が見つかり、安全性に対して疑問の声が続々と上がったの。
それはそうよね。そもそも原発というのは制御困難な危険物を扱っているわけだから、ちょっとした不良だってあってはならないことなの。バラカ原子力発電所の建設で明らかになった韓国側の不備。でもこれは序章に過ぎなかった。こういった亀裂はバラカ原子力発電所だけではなく、韓国国内の原子力発電所でも見つかったの。韓国の原子力発電所の原子炉建屋から隙間が見つかった数は332箇所。驚くでしょ。中でも2016年から運転を開始した新五里3号機では約50センチもの隙間が発見されたんですって。もはやこうなると無防備、放射能が漏れ出していないのか心配になるわ。さらに格納容器の内部鉄板でも問題発生。鉄板の腐食が10基で1605箇所も発見されたのよ。これだけではないわ。基準を満たしていない 5.4 ミリ未満の内部鉄板が使用されていた箇所は14基で 17,466 箇所。よく数えたわねってくらいの数だわ。そしてこの発生原因について韓国原子力安全委員会が発表した結果を聞いたらさらに驚愕するわよ。なんと手抜き工事が不備の原因なんですって。ありえないでしょ。人が住む住宅だって手抜き工事はダメなのに、それを原子力発電所で行ってしまうなんて言語道断だわ。もしも事故が起きたら韓国だけでは済まされない大惨事に発展するかもしれない。そういった危機意識の欠如にただただ驚かされるわ。単なる焼却炉を作っているわけではないのよ。内部で扱われているのは核燃料なんだから。手抜き工事の原因として正規の海外製部品を使わずに国内で偽装した安い部品を使っていたという事実があるの。そしてこの手抜き工事によって配管亀裂や緊急停止、それに放射能漏れという事故が続発して大問題になったの。こんなこともあったわ。それは2021年に発生した台風14号の影響で発生した事故よ。原子力発電所24基のうち13基が停止したの。原因は発電所内部と周辺の送受電線に海水の塩分が付着したから。冷却水排出のため海岸線に作られることが多い原子力発電所が塩害で停止してしまうなんて、基本中の基本である塩害防止対策が全くできていないことを証明しているわ。他にも原子力の出力が制限値を超えているにもかかわらず運転を停止させなかったなんて事件も発生している。その時間はなんと11時間30分よ。制限値を超えた原因は検査の際に無資格の職員が制御棒を抜く操作を行ったからだって。これによって出力は制限値の 5% を超えて最大 18% にまで達したそうなの。それにもかかわらず11時間30分も停止させなかったの。韓国の原発では初歩的な操作ミスもあるわけよね。何度も言っているけど原子力発電は制御困難な発電なの。火力発電のように燃料を投入しなければ止まるとか、水力発電のように栓を閉めればいいという簡単なものじゃないのよ。低い出力を維持して制御できる範囲内でコントロールしないと、制御範囲を超えてしまったら手がつけられなくなってメルトダウンを起こしてしまうの。そうなったらもう誰も何もできないのよ。それなのに 25% に達すれば自動停止するよう設計されているだなんてのんきな言い訳をしていたらしいわ。私たちが住んでいる日本は韓国のすぐ隣よ。隣の国でこんなにいい加減な原子力発電が行われているなんて恐怖以外の何者でもないわ。原子力発電所なんてない方がいいに決まっている。それが私の考え。だけどやむを得ず稼働されるなら、どれほど危険なものを扱っているのか自覚するべきよ。原子力発電は
限度を超えてしまったらブレーキを踏んで止めることも、バックギアに入れて元に戻すこともできないの。そして大きな事故が発生すれば、それは地球環境に深刻な影響を及ぼす。人類滅亡の危機が訪れるかもしれないのよ。韓国が建設したバラカ原子力発電所、それに韓国内の原子力発電所、私は運転をやめさせた方がいいと思うのだけど、皆さんはどう考えるかしら。韓国の原発はそんなにデタラメなのかい？ちょっとやめてくれよ。今すぐに稼働停止してくれないかな。韓国の国民はこのことを知っているのかしら。これは声を上げて止めさせるべきよ。韓国に原発建設を発注しちゃうなんて、アラブ首長国連邦もチャレンジャーだな。もっと慎重に選ばないと。損したでは済まないことになるよ。原発建設において韓国が世界に進出するって？おいおい、地球を破滅させる気か？今回のエピソードで取り上げられた原子力発電について触れておきましょう。原子力発電の原理は火力発電と同じです。火力発電所のボイラーにあたるものが原子炉で、この中でウラン燃料が核分裂を起こして熱を作っています。この熱により水を水蒸気に変え、タービンを回し、電気を作っているのです。わずかな量の燃料で大量のエネルギーを生み出し、一度燃料を入れると、少なくとも1年間連続運転ができます。しかしながら、核燃料から放射性物質の放出があるため、事故が発生すると、他の方式の発電所とは比べ物にならないほどの深刻な被害を生んでしまいます。また、大量のエネルギーを生み出すことができるということは、それだけ危険も伴うわけで、出力が制御できる範囲を超え、冷却しきれなくなってしまうと、メルトダウン、炉心融解とも呼ばれる重大事故を引き起こしてしまいます。諸刃の剣とも言われる原子力発電について、皆さんはどのようなお考えをお持ちですか？それでは最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。もしよろしければ、皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら、高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。